M36GMC は第二次世界大戦中に生産、使用されたアメリカ陸軍の対戦車自走砲。愛称はジャクソンで、この名は南北戦争中にアメリカ連合国の将軍であったストーンウォール・ジャクソンに由来する。戦車区地区大隊が運用する自走砲として M73 インチ砲搭載の M10GMC を呼び、 M176mm 砲搭載の M18GMC はそれなりの活躍を見せたものの、バンターやティーガーといったドイツ軍中戦車、重戦車を正面から撃破するには力不足であった。また、それ以前からより強力な対戦車向け火砲の駆逐戦車への搭載が検討されており、M190mm 後車砲を原型とした T7 戦車砲が開発された。 T7 は T1E110 戦車や M10 の試作型に搭載するなどの実験が行われた。90mm 砲の威力は十分であったが、前方に向けて絞り込まれた形状の M10 の砲塔ではスペースが足りないため、より大型の砲塔が必要であることが分かった。1942年12月、即溶断薬庫とカウンターウェイトを兼ねる、鋳造製の後方張り出し部をつけた。 新型砲塔を M10A1 に乗せた T71 と M10 に乗せた T71E1 の2つの試作車が完成している。全車が 90mm 砲搭載自走砲 M36 ソンとして採用された。M36 は M10K からの改造や新規生産で各型合計2324両が生産された。 M36 の手法である9 0ト、mm、ル t 7戦車砲はドイツ軍の8 8トルフラック18、36、37降射砲やディーガー戦車の手法に匹敵する威力を持っている。この砲は後に方向にシングルバッフル型のマズルブレーキが追加された。戦後、フランス軍の装備車両のようにダブルバッフル型のマズルブレーキに変更したものや、 土浦の陸上自衛隊の保有車両のように手法に、エヴァキュエーターが増設された M3A1 に変更され、車体前方基準が追加されたものもある。これは、朝鮮戦争に投入された車両にも現れているため、日本の赤羽にあったデポで改造された仕様ではないかと言われている。M36 系列は、対戦後、西側同盟国やユーゴスラビア連邦に供与された。 朝鮮戦争では日本を経由して投入され、その後韓国陸軍にも供与された。朝鮮戦争に投入された M36 には、M4 中戦車のように、車体前方基銃が増設されたものも確認でき、陸上自衛隊土浦駐屯地に展示されている。車両もこのタイプである。また、フランス軍も M36 バイト2を受領、インドシナでの戦争で使用した。パキスタン軍には、 M36 バイト2が供与され、インパ戦争に用いられた。ずっと後のユーゴの各共和国による連邦離脱をめぐる内戦では、連邦とクロアチア双方で M36 バイト1と B2 が T-55 や M-84 に混じって実戦で使用された。これらはエンジンを T-55 用のディーゼルエンジンに換装していたという。また、 王政時代のイラン軍も M36 バイト1及び M36 バイト2を配備しており、イラン・イラク戦争で使用した。これらの一部はイラク軍によって露核されており、イラク戦争ではイラク軍が装備していた M36 バイト1や M36 バイト2が M47 パットンと共に発見された。ありがとうございます。